どうも皆さんこんにちは。というわけで来ました、ドッカンバトル昇竜祭12時45分で、というわけで今回はハピオン来ましたね。ついにヒルデガーンで巨大化カテゴリーが追加ということで回していきたいと思います。というわけで龍石222個ちょっと仕入れてきましたので引いていきたいと思います。とりあえず僕の狙いとしてはタピオン2種類と、あと新追加された LR 悟空技属性かな、確かそれが欲しいですね。他はまあ LR キャラ僕って持ってないので、サタンと17号18号はねようやくできました。頑張りました、いきます。まあ前置き長くなってもあれなんでね。いやー緊張するねこれやっぱ。あ、そうだね、亀仙人つってくるんだね。いきます、来い。まず演出ね、1、2、2個、これ微妙だね。いきます、一方 10% です、確率は。 OK、 確か SSR 5% だよね最初は。ちょっと後で見てみましょう。また2、確かスーパーサイヤ人までだったら割れるんだよね。お、一発目からほい、いいね。2発目、おお亀仙人やばいね。いきます、3個、お、あーフロストかで、4体目、おなんだ、お、これは、あ、耐属性か。これじゃないんだね。ん、おー、ごくごく。で、からの、あ、またフロストだ。これなんだ、7体目ぐらい。8体目。おー、ミノシア。お、いいね、ミノシア。次。おー、ごく。17号かな。で、おー、ラスト。おー、魔神ブー。はい。あー、オッケーオッケーオッケー。ガチャのおまけ。いいね、これありがたい。これはどうなんだ皆さん、当たり、いきますか、もう一回連続ガチャ来い、タピオン来い、巨大化で来い。1、2、3、4、5、6個、これ熱いんじゃない、これ。3になれ、3になっちゃえ、いけ、2、3、来い、あうあう1体目、おー、トランクス。2体目が、おおー、いいんじゃないのこれ、ベジット。でも、あんまね、スーパーサイヤ人になんないから、使えたっけこれ。でも、神次元だった気がする。いきます。次。あ、ナッパね。4体目。おなんだ、おパン、これは、あ、これ微妙だね。これ微妙だね、絶対。なんか、そんな感じがする。でも、すごいね。SSR めっちゃ来る。おお、ミノシアめっちゃ来るな。で、うん、18号を、セル。お、来た来た来た、お、ターです。これ個人的に嬉しい。よし。お、まただまた。おー、来た、よし、オッケー、タピオン、ヒルデガン、来た。これ巨大化カテゴリーの強化キャラ。やった、これ確か仮面のサイヤ人みたいに確定じゃないんですよ。確定じゃなくてドッカーフェス限定じゃないんで、いつでも出るんですけど、今回確かアップしてると思うので。すげえ、これ SSR4 体、これ神引きじゃない。よし、もう一回いっちゃいましょうか、もう一回いきましょう。 OK、 とりあえずタペオン出たから、あとは LR キャラ欲しいですね。1、2、3、4、5、5個、いいんじゃない、虹で来い。あー、なっちゃった、なんなかったら確定。2、3、来い、おー来た、よし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 、1個目から悟空ですね。これはいらないですね、2体持ってます。2体目、おー9位、3体目、おーセル。いやー、ちょっとね、来てほしいね、タピオン、あの技属性の方。お、でかっ、トランクスか。すごいでかいね。で、おー、ベジータ。ミノシアかな？もう来ちゃったよ、結構。5体。こう、ミノシア連続で来るときってタピオン来ない？ベジータ、ハイラルフラッシュね。ミノシアまた。めっちゃ来るな。悟空。あーお、まあ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 、オッケー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 です。悟空ね、これ。まあ2体持ってるけど、いいんじゃないでしょうか。で、じゃあラスト行きましょうか。これミノシア3体出てよ。下、ほぼミノシアだから。いきます。ラストね。ラスト10連。来い！
1,2,3,4,4 個。なんかね、遠く離れるんでね、あの、ポットが。いけます。おう、なった。オッケー。ワン、ツーからのスリー、もう一回。はい。で、さっきツーで来たからね。ツーでタピオ来たから。お、なんだこれ。あー、ラディッツね。で、2個目、ドン。おー、久しぶりに魔人ブー編カテゴリーのやつね。3体目。キュイ。4体目。フリーザー。5体目、おえ、あ、来たこれ LR キャラだよね、確か。これはやべえ、マジか。来ちゃった。やばい。え、これそうだよね。ちょっと後で調べてみます。やばい。次。神引きった。よかった、引いて。次。ネイル。おー、じゃれんば。ほい。セル。え、これってそうだよね。LR なるやつだよね。いやーで、大当たりです。大当たりです。じゃあラスト単発でいきましょう。単発で、これがラストです。1、2、はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。最後に祈っとくだけ祈っとこう。やばいね。出ちゃった。じゃあね。